令和4年7月17日、今日は日曜日ですね。今日は広島北里山キング、秋高田地区パート1の最後になりますね。大狩山に登ってみましょう。ここはサボダムを利用したウォータースライダーがあるところ。それで、大狩山の方は古代のタタラバ、火事場があったところみたいな感じですね。それでは行ってみましょうかね。今日もエリミさんは美しい。天気は曇り男には珍しく晴れましたね。ここまでの道中が、1時間半ぐらいなんですけど、やっぱバイクは楽しい。すごい気持ちいいですね、田舎道は。それで、この下に駐車場があって、もう一段高いところの駐車場に停めたんですが、どうやら登山口は1個下のところから上がっていくみたいです。そうそう、気温は町の方は朝から30度近くあるんですけど、ここまでの道中秋田方の方は22度ぐらい、すごく涼しくて寒いぐらいでしたね。でも今から気温が上がっていくんで、多分ちょうどいいんじゃないかな。あ、それで今日もザックは水筒とカッパもいらんな。水筒が入ってるだけで、また下山して温泉に行って、それからご飯にしましょう。それでは出発。これですね、子供たちが遊んでる。これはちょっと大人は恥ずかしいかな。子供を出しに滑るぐらいか。もうちょっと大きい規模かと思ったら、子供が遊ぶにちょうどいいぐらいですね。そう、今日は早く出すぎて、現在8時40分、ちょっと早すぎたかな。下山して移動してちょうどいいぐらいか。ウォータースライダーのとこから少し戻って、ここの柵を開けてから入山するっぽいな。よし、ほな、先ほどからかかってない8時40分のスタート。ここから分かりやすいかな。サボダムを利用して、この下にウォータースライダー、ちょっとだけ見えるか。ウォータースライダーがあって遊ぶところがあって、それから下の駐車場、それから今日止めたのが一段上の広いところに止めました。エリミさんです。で、下って下からの登山口でしたね。まだ入ったばっかりですけど、登山道はこんな感じ。むちゃむちゃ整備されとるやないけ。むちゃむちゃ歩きやすいぞ、これは。どこまでこんな感じなんでしょうか。へえ。ダム全体がもう登山道を含めて公園のようになっとる感じなんですかね。これ走れるぞ。これは最近刈られたんですかね。まだ刈った跡が新しい感じですよ。ほう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 、気持ちが良いな。
雰囲気いいぞ。小川の横をずっと歩く感じですね。これは綺麗だ。山道に入ってもこんな感じですね。すごく涼しいよ。気温は23度ぐらい。涼しい涼しい。さすが秋田方町ですね。全然長袖でも大丈夫なぐらいよ。杉ヒノキ、杉とヒノキの杉林ですね。20分ぐらいかな。ちょっと山道っぽくなってきましたけど、土質はちょっと表面が粘土質な感じで滑りやすそうですが、傾斜はないので普通にグリップして歩けますね。大狩山、何メーターか読めんな。今日は薄曇りでたまに日が差すんですけど、ずーっと木陰の中を歩く感じで、近くには、水量の少ない大川が流れてるので結構夏っぽい感じではないですね。涼しい、涼しいと汗はかけますけどね、気持ちいい感じですよ。これまた大きなコブができてますね。どのぐらい？結構でけえぞ。40センチぐらいあるんじゃないの、幅。でかい。でけえコブ。これは家族分の鍋ができそうですね。最後のロープ張ってこのことかな。ただ案内されてるようなロープで、これを頼りにこれ引き寄せながら歩くようなロープ場ではないですね。あら、これで稜線出たのかな。これ優しい優しい山ですね。こんな感じの木の子。お、そうこうしてるうちに着いたみたい。登山開始から35分ぐらいよ。え、ほんま着いたこれ。おお、大狩山山頂着いたね。展望もありますよ。薄曇りですけど明るい。それからちょっと山ご飯するぐらいのスペースもありますね。こちら側は、あ、こっちに展望があるな。確か白木山の方が見えてるとか書いてあったけど、どうなんじゃろ。木が茂って見えないのかな。案内によると眼下に松尾城がある。松尾城跡。今ここの民家が見えるところ、あそこら辺が松尾城跡らしいですよ。その上かな。だってほな、大狩山山頂591メートル到着。そういえば今日はまだ水を全然飲んでないし。それでは下山ルートで下山しましょう。時間は9時20分。早すぎかも。温泉空いとんかな。
最近は暑いですからね、帰って温泉入ってさっぱりしてご飯食べてから帰りましょう。それで名前忘れた。この近くに温泉が2つぐらいあるんですけどね、1つ忘れたけど、1つは神楽門前湯治村だったかな。土日では神楽ドームというのがあって、そこで、毎週土日で神楽が行われてるのかな。そこが宿泊施設があったり、いろんなレストランがあったり、それで温泉もあったり、湯治村っていうだけで一つのなんか昭和の時代の街をモチーフにした感じの施設があるので、そこで温泉に入ってご飯にして、それから神楽を見て帰ろうと思ったんですけどちょっと早いぞこりゃなかなかね、神楽も分かりにくいかもしれないですけど、もう日本の芸術ですからね、もう見るだけですごく美しい綺麗な舞を見せてもらいますよ。なかなかね、若い時は興味がないもんですけど、年を取るとともにね、やっぱりああいう美しいものに興味が湧くものですよ花鳥風月とかね、やっぱり自然のものは何より贅沢を感じますけどね。下りはちょっと走って下山しようと思ったんですけど、どうしようかな、せっかく来たんで走るか。一応ここが展望台になってるんですけどね、三瓶山とか、あとはここら辺の人じゃないとわからんかな、三瓶山が見えるらしいんですけども、あーなんかわかるようなわからんような、ちょっと雲に隠れて ここら辺にねちょっと悪く分かりにくいな、雲に隠れて肉眼だったらなんとなく分かるんだけどな、三瓶山が見えてるみたいよ。秋田方ってそうか、見えんくもないか、あちょっと残念だな。登山開始から1時間12分9時50分下山してしまいました。早すぎる、どうしよう。ウォータースライダーに遊びに来てる家族も増えましたね。10時でしょ、移動して20分もかからんようなとこだと思うんだけど、何時からやってるんだろう。だいたいランチって11時ぐらいからですよね。そうそう、結局今日水分を全然、水筒の水飲んでないですね。帰りはずっとなだらかな、いい道だったのでついつい走ってしまった。半分ぐらいのタイムで終わったんじゃないんか。ひぃ、じゃあゆっくりしてから迎えましょう。気持ちよさそうですね。行こうか、レッツゴー。チューレン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 チューピューピューピューチューレチューチューレチューチューチューレチュー、おー早いなった、おー早い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 、ジャバー、お疲れちゃん。さあ何往復するんでしょうか。
乙女ちゃんだね。めっちゃ気持ちよさそうよ。入りてー。いや、私は今から大人なので温泉に入って涼みますよ。いいなー。そういえば肝心のタタラバの遺跡を見てなかったですね。まあいっか。それでは温泉に向かいましょう。はい、着きましたよ。ほら、なんか昭和の感じでしょ。お土産屋さんや食べ物屋さんが並んで、奥にあるのが温泉ですね。この反対側に神楽ドームがあって、お昼から神楽が行われますよ。こんにちは、お風呂行ってきます。ああ、いいお湯だった。まだ午前中だったからか、露天風呂は貸し切りでしたね。ラッキー。じゃあご飯に行ってみましょう。神楽面白かったですね。それじゃあ皆さんも人生楽しんで、ほら。